題のスポーツスタイス、いよいよ乗ることができます。早速乗ってみましょう。はい、まずはライポジと足つき性をチェックですね。車両重量は228キロ。サイドスタンドを払って車体を引き起こすと、空冷時代のスポーツスターに比べるとだいぶ軽く感じるんですね。48が252キログラムですから、24キログラムの軽量を果たしたことになります。シート高は755ミリ。身長175センチの僕が乗ると、かかとまで両足べったり地面に届きます。いただけましたでしょうか。音がいいですよね。それでいてトルクフィールがいい。6000回転までの常用回転域が特に力強い。押し出し感があって加速が痛快ですよ。力強い加速味わってみたいと思います。とにかく力強い。 1250cc の水冷60度 V ツインはパンアメリカにも積まれるパワーユニットです。可変バルブタイミング機構が採用されていて、全域で常に力強いんですね。振動が少なく乗り心地もいいですね。前後サスペンションがしなやかに動いてます。こうしたガタガタ道も衝撃をうまく吸収して逃がしてくれますね。ハンドリングも軽快ですね。従来の空冷スポーツスターはステアリングヘッドが高く操縦性が軽かったのが特徴ですけど、スポーツスター S は現代的です。比較するとステアリングヘッドが低い。フロントタイヤの接地感が高まってしなやかに動くフロントフォークも相まって、路面からのインフォメーションがより得やすいですね。それだけにフロントタイヤを積極的に働かせてコーナーをよりハードに攻めていけるんですね。なんて言いましょうか、ちょっとざらついた鼓動感って言いましょうかね。水冷60度 V ツインのクランクピンを30度移送させて
90度 V ツインと270度クランクのパラツインと同じ爆発感覚としているんですね。精度は予想以上に高かったですね。これまでハーレーに乗ってこなかった新規ユーザーにまず受けるんじゃないでしょうかね。少し様子を見ている既存のハーレーユーザーもそれに続くんじゃないかと僕は見ています。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。